ジャパンフットボールリーグ第4回ジャパンフットボールリーグ第4回ジャパンフットボールリーグは1995年度に開催されたジャパンフットボールリーグのリーグ戦である福岡ブルックスが優勝した今シーズンは福岡ブルックス飛ビッセル神戸が新たに巡回員として承認され京都パープルサンガを加えた3チームによって昇格争いが行われた J リーグ昇格争いは、開幕から11連勝、さらに1敗を挟んで9連勝し、首位を独走する、福岡を前半戦で5敗し、昇格が危ぶまれた京都が、後半戦に8連勝するなどし、猛追いする形となり、第29節までに、福岡、京都の両クラブの昇格が確定したが、優勝争いは、京都が第28節の直接対決で、 福岡に延長 V ゴールで勝利したことなどから一旦、勝ち点差1で逆転し、10月29日の最終節にまでもつれ込んだ。しかし京都は優勝のプレッシャーからか最下位の性能運輸戦を1-2で落としたのに対し、福岡は福島 FC を3-1で退け JFL 優勝を決めた。第4回 JFL の参加クラブは以下の通りである。 このうち福島 FC 及びブランメル仙台が、地域リーグからの昇格クラブである。また、組織変更、移転等により、中央防犯 FC、藤枝ブルックスは、福岡ブルックスに、PJM フューチャーズは、トスフューチャーズに、大塚製薬サッカー部は、大塚 FC ボルティスト福島に、川崎製鉄サッカー部はビッセル神戸に、甲府サッカークラブはバンフォーレ甲府に、 東北電力サッカー部は、ブランメル仙台に名称変更した。ありがとうございます。